こんにちは、木下春菜です。私は NMB48 最年少なので元気と若さだけは誰にも負けません。公演 NMB48 の公演が始まったら誰にも負けないように頑張るので応援よろしくお願いします。以上、木下春菜でした。バイバイ。